ゆうやくん撮ってるだけになってな。いや、そうですね。もうない。もう使うたよ。はい。いいよ。記事は。ちょっとなんか店主さん。説明してよ。いくつか。ボーイスカウト。4900円。4900円。またどう。いいなんじゃないでしょうか。ボーイスカウト。ボーイスカウトのええとこは。色味ちゃう？色味何でも合わせるようなこの色。太陽はそれに軍パンとかどうしてなんかガッチコスプレみたいなしてましたね。ボーイスカウトのボトムスあれめっちゃ使える。そう。なんかあるんだ。でなんかそこにスカーフとか巻いて結構コスプレチックな感じでなんか面白くかそういうところあるような感じでコーディネートしてましたね。しかもあのワッペンとかついてないシンプルなやつやから。あ、そうですね。横とかに。それはあれか、インするようやから下めっちゃ長いんか。うん、いいっすね。ボタンもここから下がいいんで、うん、多分そうっすね。それ、その、そういうサイズ感とか今やからいいよね。20万年前とか器用なかったからな。あサイ、うん、ボタンの下だけ長い。大きすぎずもなく、小さすぎずもなく、今っぽい。うん、なんかサイズ感で言うと前来た時よりちょっと落ち着いた感じがするな。え、そうなの？なんかもっと前結構大きめばっかり、うん、あそう押してたよね。そういうイメージある。そうですね、うん、そこのコーナー割といいね。そのコーナーシャツもなかなか。いつもその辺とかは透けてる。透け透けやん、はい、シルク、これシルクない？違うじゃん。さすがに違うんちゃう？さすがにちゃうっすよ、ね、うん、多分違うポリやな。でもスケスケやん。まあその辺のスケスケのアイテムが最近出てきてます。それいいの？あ、いい。スケスケやん。中にタンクトップかなんか着てもらって。すごい面白いぐらいスケスケやん。いいね。でもスケスケはいいんじゃないですか。そのぐらいがちょっと珍しさあっていいかな。ねえ、うん、T シャツとか着てそのようにパッと色味もなんか上品なんで、ね、合わせやすいですし、これはシンプルにそう自分が欲しいです。これいいね。なんかやっぱ年齢とともにさ体型とか気になると T シャツ1枚では厳しくなってきたりとかして。 T シャツ1枚じゃないですか。俺はゴリゴリ運動してるからやってますもんね、ずっと。あ、ねえ、やっぱり体型隠すのにシャツ1枚羽織るみたいなのは王道になってくるよね。今の俺か。え？今の俺か。あ、そうやな。割と情けないボディになってきてるよな。いや、恥ずかしいな。普通やと思うんですけどね。キャンプでジャバス飲むの禁止したったからな。あれは飲んでこいって言うな。そうそう、家で飲んでこいって。みんなの割り勘でザバスを買う悪いやつがキャンプでザバスのもの禁止したって。ほんで誰も食わん、一口しか食わんスナックを買う。あのなんか揚げたスルメのやつな。あいつしか食わへんのに毎回大袋で買いよるから。これこっちに置いたのいいね。いそれそうですね。前こっちやった。あ、そうですね。光入ってるし、まあ、いい感じに見える。買いましたね、それ配置、うん、めっちゃいい。ちょっと高級なもんやね。はい、だってマスク2980円もん。おー、これ染めてあるもん。いいですよ、それは京都の柿渋染めで染められてて、ね、すごい染めはいいよね。それはそれシンプルに職人さん作っていいやつね。出ますね。シャツもちょこちょこなんかそれこそ80年代90年代入ってます ね。おー、バットマン。お、いいんだね。それはいいんじゃないですか。フルーツ感じで。いいじゃないですか。いいね。T シャツのサイズ感がだいたい L っぽくて、俺の。そうですね。ボディにはぴったりや。人気が L ですね。
って言われた。それ、まあ、こっちは0円古着や。あ、そうあ、これ0円あ、こんなんもらってくわ。いや、じゃあこれは0円古着だと思うんですけど、値段ついてます。マジか。タンガー、タンガーについてるんですけど、なんか真ん中の棒についてて、ちょっと真ん中の、ああ、中の棒にね。あ、最近ずれてるかなとかあるんですけど、4,500円。いいよ。だいたい平均5,000円ぐらいで。ちょっと生きて8,000円とかつけてんのかと思った。途中1万とかやった。安いやとはよう言わへんわみたいな。そこに厳しく。おお。どうじゃないでしょうか。そういうのは NFL マークなかったらいいねんけどな。NFL ね。ジャフルディとして知識として。黄色ではあるんですけど。黄色のリンガいいね、でもね。黄色のリンガ、考えないっすよね。うん、ないない。リンガその辺はでも結構オーバー。You are special って書いてるよ。スペシャルな。なんか、それ、誰かは分かってないっすね。誰やろね。調べようないものは You are special って。そうなんですよね。FCL2002。でもなんかあんまり、人書いてるの個人的に好きなんで。いや、いいね。わかるわかる。オバマ。選挙っていいですね。バイデン。バイデン。オバマとか18。どれも全部ビッグサイズ、オーバーサイズで着れるやつばっかりですね。オバマとバイデンっていうことは同じ党やからあれやな。党の代表決める選挙。民主党同士やろ。そうですね。なんか2008年で僕が言った気が。民主党の代表決めるやつじゃん。オートプラス、ナショナルズ。ホットロット系か。へえ。あの、あれやな、イナフェス持ってったら売れるやつやな。あ、そうですね。なんかそれが、なんかニューヨークで一番ペイをされてるやつ。なんか酒屋さん。へえ。かなんかのお店が書いてる。うん。それいいよ。後ろのコンパクトに。おお、いいよ。プリント入ってあって、かわいい。XL ぐらい。そうですね。XL ですね。XL か XL ぐらいの。これ悪くない。これは5200円。おいい、ちょっと値打ちこいだな。あの、ね、この店ね、シングル捨てちゃったら値段上げてきよう。なるほどな、なるほどな。大体上がってきた。なるほどな。さすがです。ビッグスプリングフィールド。あれや、知らんの。2000年のツアーティーや。僕と同じ2000年生まれです、今年が。え、2000年生まれなの？ 2000年代ですね、2000年代ですね。僕らが今21の代なんで、ちょうど2000年代じゃん。そっか、もう2021年か。そうなんです。俺、2000年に22歳やったわ。おー。僕らは絶対年齢忘れないです。そっか、わかりやすい。そうなんですよ。からシンプルに、ね、アメリカーズカップちゃうか、なんすかこれ。なんかヨットの大会や、うん、どっかの町でやってるんです。このセントトーマス、これその隣や。あ、これなんかポップでいいっすね。な、 USSR バルーンフリーとか、それ 80s、うん、そうですよ。これいいやん。これ多分高い。なかなかファンキーやな、それ。5,800円。おお。わあ、来たな。来たな。やっぱね。来たな。値打ち超えたわ。お兄さんいいな。お兄さんいい。ね、バンドキーとかにも使われてるやつ。やっぱでも、ちゃんとプリント見て値段つけてるな。これはいいよ。なんか、面白い。これちょっといいな。いいな。パロディやん。酒っぽい。あの辺はやっぱルニシープリント、デザイン的にはバックプリント入ってるやつは最近人気ですね。これ何のパロディですっけ。ジャック・ダニエルや。ああ、はいはい。ジャック・ダニエル面白いね。あ、この色いいな。緑黄色。あ、フルーツや。緑と黄色は完璧よね、配色。完璧っすよね。
5200円を分かってきた、5200円よなって思った。もう目付けやれるよ、目付けやれるよ。ほんまやな、ハリウッドティーシンプル4000円台や。これは4500円取れた。4900円、あ、失礼しました。おかしいです。5000円台やな。いや、これも同じやと思うんですけど、5000円台いってるで。これは人気しません。これは4500円。おいいよ、そういうちょっとアメリカのイラスト系はいいね。そうですね、突き抜けがいいですね。うん、これなんかあれやね、チャンピオンとかペインズとかそっち系列のボディやね。あ、そうなんや。なんとなくタグ見たら、うん、なんかそれっぽくないですか、この感じ。ああ、そうね、うん、よう見る。お、いいよ、かわいい。編み込み系、ちょっともう俺の年齢では着づらくなってきた。僕もちょっとギリっすね。あ、可愛らしすぎる。うん、ラフな感じがいいですね。うん、気に入ったら全然着ちゃうけど、それで野球の格好してたらそれだけで着ちゃうけど。お、それもケンタッキー。それ丈が結構短くていいね。ケンタッキー大学の好きなチームのね、なんか昔こういうなんか動物とかと自分の大学のこういう何やろ、家が流行ったらしくて、多分その名残やね。あ、そうなんや。さすが色合いもいいですよね。さすが下平さんの弟子。いろんなおっさんからいろんな情報吸収してますね。俺より年上のおっさんから回っていくと、俺より年下やけど見た目年上のおっさんと。ああ言ってる。言ってる。言っていいやだわ。あれなんか、うん、あれですね、あのライスボール店出すらしいですね。うん、それ言ったらあかんらしい、まだ。あ、え、でもなんかインスタ、あ、上げてた、ストーリー上げてたじゃん。あ、そうなんや。あんま店舗拡大に、あ、月、うん、そうそうそう、それもうなんか連絡くれって言ってんかな、なんかパンツ専門でやるって言ってた。ああ言ったらあかんね、言ったかもしれない。いや、パンツはもともと強いですもんね。そうそう、ほんでやっぱユージ君がパンツ好きやから、パンツでやるって言ってた。連絡くれてた。さすがっすね。さすがです。ということで最後に爆弾発言をして、これの乗るんすか。乗る乗る。いいんかな、まあ、トロイカの取材でした。そうよ。じゃあピースしてください。あ、はい。Yeah.